ばお好み焼きとかでもご飯つけて、はい、炊きたてたまらなくもちもちで美味しいですよね。ですね、第1回の寅さんシリーズの始まりの、まあ、柴又のメンバーですよね、まあ、もちろん代は変わっていますけれども、その アメリカ忘れもしないのが昭和40年だったと思うんですけれども、ホームでライブっていうのを覚えてらっしゃる方いますか？ねえ、じゃあそういった意味でも楽しみですね。はい、楽しみです。ね、詳しくは公式サイトをチェックしてください。はい。